出発なさいますよ。テラスでお見送りいたしましょう。お父様がお出かけなさるの？でも勇者様が。大丈夫、続きは後でね。さあ行こう。行ってまいる。いい子でお留守番しているんだよ。二人ともお部屋に入りましょうか。はい。
程度で勇者が倒せると思ってもらっては困る。あ、誰、勇者とは。大丈夫だよ、勇者は死なない。信じて待っていてくれる人が一人でもいる限りね。私のせいで兄様がひどい怪我を。大丈夫よ、傷も浅いから少し休めば元気になるでしょうって賢者ルセンダ様がおっしゃっていたわ。だからね、あなたは笑顔で元気になったトーマを迎えておあげなさい。いい子ね、あなたには笑顔が似合うわ。さあ、絵本の続きを読んであげましょう。罠にかかったな、勇者。魔王の声が響きます。しまった。勇者の体が石になってゆきます。それは魔王の恐ろしい呪いでした。勇者は必死にもがきましたが、だんだん気が遠くなってゆきました。ここまでなのかと勇者の心が折れようとした、その時、君を死なせはしない、力強い声とともに飛竜にまたがった勇者の盟友が駆けつけたのです。盟友？盟友というのはね、勇者様をいつだって支えてくれるとっても大切な仲間なのよ。トーマにも盟友がいてくれたら、あんな怪我を負わずに済んだのかしら。盟友。私が盟友になるわ。アンルシアが盟友になって勇者のトーマ兄様を
アンルシア、あなたまでそんな危険な道を選ばなくていいのよ。兄様が怪我したのは私のせいだもん。今度は私が兄様を助けるの。目を見張るような舞であった。連日まことに楽しませてもらったぞ。ええ、本当に夢のような時間でしたわ。ジャンナ、あなたはいつか世界に名を響かせる素晴らしい踊り子になるのでしょうね。そんな身に余るお言葉です。しかしそれだけに惜しいな。来たる旅芸人一座が明日にはグランゼドーラを立ってしまうとは。我ら旅芸人は浮雲、ひとところにとどまらず流れ続けるのが常にございます。そうか、ならば仕方あるまい。次は伊豆湖へ流れて行かれるか。ここより遥か南、ダーマの地へ。おお、そうであったか。魔物の多い昨今、道中何事もなければよいが。父上、よろしければ私が護衛となりダーマまでお供いたしましょうか。うん、それが賢明かもしれん。いかがかな、シタルよ。いえ、誉れ高き勇者トーマ様のお手を煩わせるわけには参りません。我ら旅が日常なれば多少の武芸は心得ております。我が身すら守れずして旅芸人は務まりませぬ。そなたらには無用な心配であったな。
それでは再びシタル一座の舞台が見られる日を楽しみにしておるぞ。ありがたきお言葉。いつの日か再び御前に戻ることをお誓い申し上げます。それでは我らはこれにて失礼を。旅立ちの支度を整えてまいります。何を祈ってたの？アンルシア様。アンルシアでいいってば。ごめんね、アンルシア、まだ恥ずかしくって。勇者を支える存在、盟友になれますようにってお祈りしていたの。この勇者様はね、私のご先祖様。昔々世界を救ったのよ。私聞いたことあるわ。グランゼドーラ王家には代々勇者の血が流れてるんだって。それでね、賢者様がおっしゃるには、トーマ兄様が次の勇者なんですって。様をお支えする盟友になりたいの。だから毎日剣の練習だって欠かしてないのよ。もっともっと強くならなきゃね。素敵な夢、きっと叶えてね、アンルシア。うん、ありがとう。ジャンナにも夢はあるの？ええ、あるわ。私はね、世界一の踊り子になりたいの。私の踊りを見た人みんなが幸せいっぱいになって笑顔がこぼれるような、そんな踊り子に。ジャンナ、だってあなたのダンス見ているとすっごくワクワクするもの。ありがとう、アンルシア。そうだ、実はダーマ神殿までの道の途中に希望の花と呼ばれる不思議な花が咲く丘があってね、その花のつぼみに願い事をして花が開いたら夢が叶うって言い伝えがあるらしいの。ダーマからあなたに希望の花を贈るね。本当？わあ、素敵！楽しみにしているわ。ええ、約束よ。お互いの夢を叶えようね。私あなたをずっと応援してるから。ジャンナ、出発するぞ。またね、アンルシア。
アンルシア。まあ兄様、どうかなさって。お前宛にこれが届いたよ。これってジャンヌが言っていた夢を叶えてくれる希望の花。わあ、綺麗。ちょうどジャンヌ元気にしてるかなって思っていたところだったの。アンルシア、落ち着いて聞きなさい。ジャンヌさんが亡くなったそうだ。え？彼女は夜に旅芸人一座を抜け出して希望の花を摘みに行ったらしい。あの辺りは普段だったらのどかで安全な地域のはずなんだ。だがそこで運悪く凶悪な魔物に襲われ、彼女は命を奪われた。その花は彼女が握りしめていたものだ。嘘。兄様の嘘つき。だって夢があるって、お互いの夢を叶えようって約束したんだもの。落ち着くんだアンルシア。そんなのってないよ。ねえ、願いを叶えてくれるんでしょ。お願いよ、ジャンナを生き返らせて。お願い、開いて。どんなに願っても失われた命は決して戻らない。この先の時代、世界は深い闇に覆われてゆくだろう。そこでどんな運命が待ち受けていようと、二度と泣かなくていいように強くなれアンルシア。この門の向こうには、閉ざされた記憶を開く最後の鍵。この先に、あの子にとって最も忌まわしい記憶が眠っています。